おおお、すごい、めっちゃ綺麗。すごいすごいすごい。いやこれね、ほんまにむちゃくちゃようできてるわ。あ、宝ある、宝。てててて。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。猿頭トリートメントです。皆さん、 VR ライフ楽しんでますでしょうか。前回お話ししてたVR チャット内の飲み会なんですけれども、私参加してまいりました。めちゃくちゃ楽しかったですね。いやほんま、あんな体験できたことにめっちゃ感謝ですね。いや面白かったです。だってね、自分の部屋にいるのに、VR かぶって片手にビール持って乾杯って言ったり、 VR の世界の中やのにこうベロベロに酔っ払ってるアバターさんがいたり、そんな中でいろんな人と絡んで友達ができたり、ものすごい未来性を感じましたね。あんな集まりが一般化される日もそんなに遠くないような気がしました。マジで VR すごいと思います。興味ある人はぜひ VR チャット内に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。てなわけで、今日も VR ゲーム紹介していきます。今日紹介するゲームはこちら、モス。このモスはクイルっていうネズミの主人公を導きながら物語を進める三人称視点のパズルアクションアドベンチャーゲームとなります。まるでね、自分が絵本とかファンタジー映画に入り込んじゃったんじゃないのかって思えるぐらいの完成度の高さで、なんせ評価がめちゃくちゃ高い作品です。なので今日は子供になったつもりでファンタジー世界に飛び込みたいと思います。てなわけで、今日もよろしくお願いします。よし、ではではモスやっていきたいと思います。おー、すげー、めっちゃ綺麗、広っ。なんかの教会かな。お、これで本が開け、おー、すごい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 。おー、ほう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 。読むものよ、読むもの。この時を待っていました。俺のことか。おーおーおお、すごい、めっちゃ綺麗。その英雄は、わ、めっちゃリアル。うわ、少し意外な英雄ですが、何やろ。クイルは開拓地の境界を越えて探索をしていました。うわ、めっちゃ可愛い。日暮れが近づいていましたが、彼女はその先に何があるのかを知りたかったのです。これはやば。すごいな。あ、なんか置いた、カバン置いた、カバン開けてなんか出したよ。すごいすごい。うわー、あー、なに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 。いや、すごいな、これほん、あ、鳥飛んできた。うわー、すごいすごい。あー、リアル、ほんまに鳥がいてるみたい。いやいや、ほんま綺麗、すごいな。これね、どうやらこのゲームはこのネズミクイルと僕がこう協力してね、ほら出てるでしょ、ここトリガー引いてグーって引っ張ってあげるとクイルが通れるような道を作ることができるみたいです。で、ね、押したら引っ込んでみたいな、引っ張って出してって、こういうところがパズル要素が入ってるみたいですね。協力し合うゲームですね。ああ、よくできてる、すげえすげえ。で、多分ここにもね、あのブロックあるでしょ、あのブロックが動かせるのかな。で、これよじ登って右上にあの巻物があるの分かります？これ、この上にあるやつ、よいしょ。これがね、各マップに散りばめられてて、全部コンプリートすると新しい絵本が出てきて、どうやら物語が追加されるらしいです。これドアをね、僕の力でグーって開けてあげると先に進めるって。いや、ようできてるなぁ、面白い、すげえ。すごい、鹿がいてる、すごい、親子の鹿がいます、なんか食べてる。うわ、すごいすごい。あ、普通に森やな。あ、すごいなぁ、完成度が高っ。いや、これね、マジ画面やと伝わりにくいかもしれんのやけど、わあ、ちょっと、ああ、ごめんなさい。いや、これね、ほんまに画面やとね、ちょっ
と伝わりにくいんですけど、そう見えてる以上にむちゃくちゃリアルで、ほんまにそのこの景色を上から見てる感じなんですよ。うわこれみんなマジやってほしいな、すごいすごい。よいしょっと、おん、おお、あ、なんか出てきたぞ。これはあ、わかったわかった、おいおい、きたきたきた、おお、すごい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 。ほんで、あ、もう一個出た。んで、ここは、あ、こいつか。こいつをブイーンと、ここに置くと、ほほほ、開いた開いた。ドア開いた。あー、なるほどなるほど。すごいすごい。あ、切れる切れる。よいしょ。さて、なんか広場があるぞ。よいしょ、おー、なになになに、あ、え、なになに、あ、敵出てきた。うわ、なにこれ、カニ、虫、虫みたいな、カニみたいな。うわ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 、よいしょ、おー、怖い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 。よいしょ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 、あ、いたいたいた、バラバラにな、あ、いたいた、あ、死ぬ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 。これね、あれなんです、死にかけた時にあのブロック動かすみたいにトリガーを引いてクイルに当ててあげると体力の回復ができるみたいで、よいしょ、あ、怖い怖い、よいしょ。いいタイミングであれですね、 A ボタンを押したらちょっと避けよう、便利。下手くそ、よいしょ、あー、よしよしよし、ふぅあー、おお、でっかいもんがある。お、すごいすごい、これも仕掛けがありそう。これだ、絶対これや、これを、よいしょっと、来た来た、開いた開いた開いたよ。あれあれ、あ、これもあれか。これも俺が引っ張ってあげるパターンやね。もうクイルは一人じゃ何もできないな。面白い。や、これね、ほんまにむちゃくちゃようできてるわ。すごいな。今ね、これ、ほらほら、裏見たりとか、こう部屋の中をぐーっと体を中に入れることができるんで、ほんまにその場にいてるような感じ、その場にいてるっていうか、こうちっちゃい家を覗き込んでるような感じがすごくする。いやー、これかぶってほしいなー、マジで。ほらほらほら、わかるこれ。あ、巻物ミッケー、イエーイ。だからこうやって乗り、あ、なんて、体をぐーっと入れていろんなところを見ないと、この巻物もね、見落としてしまうことになるし、多分謎解きにもかなり重要になってくるんでしょうね。わー、すげー。んで、これは、これは、これを踏んで、え、あー、そうかそうか、うおー、あ、螺旋階段、うわ、すごい、あ、なるほど、これを回せるから、回して、で、この辺かな、よしよしよし。で、クイルをてっ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 てジャンプ、おーす、いいね、ナイスナイス、いいよ。あ、またなんか難しそう。よいしょ、ここは、あ、あ、あった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 、よいしょ、あ、あこれはとりあえず、あ、引っ張れるのか、引っ張って閉じ込められたから、こっち行ってもう一回引っ張って、あ、右から行ける、ここから上に、よいしょよいしょ、行ってで、そこがつながったから登って、ほんで、で、あ、これであれか、巻物をゲット、シェシェシェイ。あ、敵出てきたから、この敵をどう倒すのかな。あれ、倒しても何も起きんぞ。ん、何何、あ、また出てきた、あ、シェシェシェイ。うん、で、これを引っ、こう、また、え、何何、
すごい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 、敵操れる。あの敵もね、あのブロック動かすみたいにこうトリガーを押してあげると掴んでどうやら動かせるみたい。ということはこのスイッチをこいつに押させながら、おっやったやった、あ、いろいろできるんやな、すごいいいね、面白い面白い。んで、ここも、はい、いけましたと。で、これで、スイッチが入ったので、こっから、いけるはず。おい、ん？よし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 。これで、OK。いやー、OK、OK、OK。これで、ここを、パッと、よしよしよし。いけたいけたいけた。お？なになに？めっちゃ可愛いし、なんなん？クイルバリかわいい。めっちゃ喜んでる。イエーイ。いいなぁ。癒されるわー、このゲーム。すげえ。なんせクイルがめっちゃかわいい。よしよし。行こう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 。よし。おうおうおお、でかいでかい。まだあかんわな。そうやね。なんかやらんと。あ、火ついた。お、嘘やろ、嘘やろ。つかない。お、つくつくつく。あれでも二つついて。あ、でもこっちにも松明あったな。オッケーオッケー。これで、ほら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 。せーの、ぼーっと。ついたついた。なに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 ？え？はい？なんかキラキラしてる。なんやろ。お、ああ、なんか、え？おお、扉できた。え、どこ行ったらいいの？行こう。あ、ほんま一本道じゃないんやね。すごいすごいすごい。おお、なんかちゃうとこ来た。外出てきたな。へえ、すごい。よいしょっと。何何何？おお、すごいすごい。え、葉っぱが飛んでいった。あ、宝ある、宝。なになになに、なになに、これあれちゃう、俺の手で。よいしょ、うーおおおお、やったやった。何入ってんの、何入ってんの。てて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 あ、なにこれ、なんか右手についてるやつと似てるな、色は違う。え、これ何何？やったやった。なんか強なんのかな。あ、おお。精霊の神材に入った者は今までいなかった。あ、あ、なんか鎧みたいなのついてる。声が響いてきました。すげえ。君にやった。ガラスの秘宝を託したことが間違いではなかったのだと証明してほしい。いいないいな。こんな武器とか防具もなんかあるんですね。わあ、面白い。俺そういうの大好き。で、降りて、こいつをぐーっと引っ張るっしょ。で、引っ張ったら、今度は、スイッチか。よいしょ。押して、こいつをさらに前に出します。ほんで、右に、あ、壺が邪魔だ。壺を消して、で、右にずらすと。よいしょーっと。ほんで上に。やけど、邪魔なので、スイッチを押して下げると。よいしょっと。スイッチを押して、上に上げると完成かな。お、あ、いけたっぽい、いけたっぽい。よし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 。よしよしよし。おー、よい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 。レダスとしては上出来だ。あ、はい、ありがとうございます。バーダに英雄として認めてもらうには、うん、やらなければならないことがたくさんある。はい、わかりました。準備が整ったら、わかりました。また召喚しよう。はい。こいつかわいいな、かわいい。 あれすごい、ハイタッチした。めっちゃかわいいな、こいつ。やばいやばいやばい。いや、めっちゃ面白い、これ。いいっすね。
いやーすごい、めちゃくちゃ面白いな。いやいや、今日はちょっとねこの辺で終わりにしようかなと思います。かなりねダイジェストにお送りすることになると思うんですが、残念ながらストーリーが全く伝わらないと思うんですが、もう結果めちゃくちゃ面白いですね。皆さんぜひ遊んでみてほしいです。もう世界観が素晴らしいし、まるで絵本に入ったような感覚になります。でグラフィックがものすごく綺麗、もう一つ一つの置いてる壺とかそういうものもね、ちょっと映像では伝わりにくいかもしれないですけど、かなり綺麗です。ほんまに VR 被らんと体感できないと思うんですけど、これ僕大げさに言ってるんじゃなくてめちゃくちゃいいですね。であと謎解きの要素なんですけど、最初はもう結構簡単すぎていまいちかなってちょっと内心思ってたんですけど、進むにつれてどん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 難易度が上がってって、本当に難しくて面白いです。もうゼルダの謎解きとかにちょっと似てるかなと僕はすごい気に入りましたね。で何よりももうクイルがむちゃくちゃ可愛いですね。どん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 愛着が湧いていきます。なんか途中でねハイタッチしたりとかで、顔近づけるとねちょっと笑ってくれたり手振ってくれたりするんで、ほんまにそこに生きてるネズミがいるような感じがしてすごい癒されますね。ぜひ皆さん遊んでみてください。はい、っていう感じでモス紹介してみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱり評価が高いだけあってめっちゃめちゃ面白いゲームでしたね。で僕もともと動物が好きなんですけれども、このゲームをやったことでネズミが大好きになりました。皆さんもクイルの待つ世界へ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さてさて、次回なんですけれども、サーキットを走りながら銃を乱射したり車をぶつけたり、とにかく車で暴れまくるゲームデスラップを紹介したいと思います。ぜひぜひ遊びに来てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。